セガさんは金曜日にゲームしたい、略してセガキン。はい、というわけでお待ちかねです、セガキンのコーナー。今回ですね、森さんをお招きしておりますので、はい、まあ、プレーを交えてたくさんゲームへの思いを聞いていただければなというふうに思います。今回ご紹介していくタイトルですね、カンちゃんから発表いただければと思います。はい、今回ご紹介させていただくのはソニックカラーズアルティメットです。ほう、2010年にね、はい、これを発売されている元々のゲームなんですけれども、このソニックカラーズがカラフルにパワーアップしたソニックシリーズの最新作となっております。はい、この番組でも、まあ、ニュースコーナーのトピックスでは何度も出てきているゲームということですね。うん、そうなんです、うん、で今回もセガ好きなゲストさんにお声掛けをさせていただいておりますので、うんうん、皆さんと一緒にぜひ楽しく盛り上がっていければと思います。はい、まあ、前回の放送ではメガテン5を紹介してね、うん、こうジェスチャーゲーム、うんうん、まあ、あれ放送見返したらあんな面白くなるんだと思いました。思ったより面白かったです、はいはい、やってるとね、なんかよく分からなかったけど、今回もそういったお楽しみ企画を交えながらご紹介していきたいというふうに思います。まあ、ソニックカラーズアルティメットね、プレイされてない方もいらっしゃると思いますので、うん、まずはプレイを交えながらどういったゲームなのかというところをご紹介してまいりましょう。はい、森さんはプレイなさいました？私、うん、ソニックは全く触れたことがなくって、もっとスマブラぐらいでしか触ったことないんですよ、ね、うんうん、初めてです。なるほど、うん、まあでも初心者でも楽しく遊べるのがやはりソニックの魅力でもあるかなと思いますので、はい、楽しく遊んでいただきたいと思います。やっていいんですか？はい、ぜひともでございます。さっきのぷよぷよも帳消しにするぐらい、うん、スーパープレイ出します。そうです、よろしくお願いします。はい、さあ、ということで森さんのプレイとともにですね、ゲームをお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ります。さあ、来た。お、綺麗ね。え、見て、映ってる、反射してる。あ、下のところですね。すごい綺麗。はい、そうなんですよ、グラフィックもかなり向上しているので、で、そう、あ、そうですね、そのハテナを取っていただくと解説が読めます。リンゴをたくさん持ってた方がいいんですか？そうですね、うん、ソニックシリーズこれ恒例のシステムなんですけど、リンゴを持ってれば死なないというか、持ってた方が安心。この子はホワイトウィスプ、ブーストの能力を持ってるんだ。この子たちを助けるとブーストゲージが溜まっていくんだ。ブーストゲージ、なるほど、はい、じゃいっぱい助けていった方が、はい、そのそうですね、右側に。あ、うわー、いやー、ソニック。おー、爽快。 This is Sonic。 はい、でブーストゲージは左下にあるやつですね。でブーストするためにどんどん消費されていく。早すぎてなのでね、まあ、できるところからやっていきましょう。ぴょん、ジャンプボタンを軽く、はい、あ、さっき一瞬出たやつだ。そうです、そうです、ショートジャンプ、はい、あ、そうです、そうです、それがショートジャンプです。でそこでピョンと、あ、そうです、上々です。おっと、うん、長押しですね。そうです、そうです、こういう大きめのところも、あ、なんかいる、うん、チュートリアル優しいっすね。そうなんですよ、うん、本当に分かりやすいです。はい、うん、はい、なので初めてやる方でも、これは攻撃、あ、そうですね、あとホーミングアタックといって、飛んでる間にあの緑のこうカーソルとかが出てくるんですけど、それがこう出てくるタイミングでタイミングよくバツを押すとブーストでアタックができるようになります。いきます。あ、あ、もうタイミング必要なの？そうです、そうです、あの緑の輪がこうヒュッてなった瞬間です。今大丈夫でした？早すぎて、もう早すぎて1回目ができてたかな。途中でなんか食らいましたよね。ブーストさ、これかな、さっきの。はい、そうです、そうです。ブースト中に丸ホーミングアタックを使って渡るところだね。なるほど、ロックオンカーソルを確認してからジャンプボタンだよ。で、え、まあ、すごい一気にあのいろいろ やろうと思うと多分すごい混乱すると思うので、全然あの全部できなくてもソニックって進むことができるので、可能なところから最初はやっていくので全然大丈夫だと思います。はい、これ上手い人はねバッていっちゃうんですけど、制作者的にはこのね左右の建物とかめちゃめちゃこだわって作ってるわけですか。そうなんです、すごい可愛いステージなので、うん、確かに遊園地みたいの、うん、全部赤でしたね今ね。全然狂ってましたね。待って、横スクロールになった。いや、そう、横スクロール、そうなんですよ、あのその視点の切り替えっていうのも今回すごい特徴の一つで、シームレスに切り替わるので、そこもソニックらしいところですね。はい、ありがたい。落ちても大丈夫です。私は多分すぐゲームオーバーになっちゃうんで、うん、それで、あ、これでイニシエのソニック、はい、うわ、そう、このルーツのソニックらしいですね。あ、すごい、何も言わずに、すごい、何も言わずに空中でコバリングできましたよ。押すことで
何度も複数ジャンプができるので、この辺りさすがのゲームセンス、はい、すごい、何も説明をしていないのに出た、はい、ゲーマーは出れば何か押しますから、何か押します。グラインド走行、はい、あ、さっきのレールで、ね、あ、そうですそうですそうです、この後に出てくるので進んでみます。落ちた落ちた、あ、大丈夫ですよ、かっこいい、で、ここで左右に、そうなんですそうなんです、いけます、あ、助けた、はい、で、ホワイトビスピゲットね、はい、レインボーリングだとブーストがかかる、あ、そうで、あ、でも今お上手でしたね、ぴょんと、まだ感覚でやってます、来た来た来た、アメージングまで行った、すごいお上手ですね、あった、素晴らしい、今のもよく飛んだ、すごい、あ、ちょっと待って、大丈夫ですよ、そこ下手すると落ちちゃうので、そっか、そう、あんま無理しないでも大丈夫ですよ、でも、わー、なんかアタックしてた、はい、これでクリアですね、なるほど、まあ、ランクは D ですが、あ、C、C は、でも、あの初見で、うん、あの、ね、まずクリアす、あの、何も落ちずにクリアされたのがすごいお上手だなって思います、そうですよね、これもう一回やるとチュートリアル飛ばしでいけたりします、あの、ハテナマークに触れなかったら別にそこは、ちょっと森さん次ぶっ飛ばしていってみます、もう一回同じところ、ガチで、じゃあガチのやつ、ガチでおやつ、今のあたり皆さんに紹介するためにゆっくりやったり決まってるじゃないですか、で、ね、まあ、今で、ね、ゲーム理解しました、ですよね、はい、あとはもう、うん、もうたぎるセンスで、たぎるセンスで、ソニックをブーストさせていただきたいと思います、よし、ね、このゲームの醍醐味なので、その同じあのコースをどんどん突き詰めていくっていうのは、これだって、はい、あのタイムも関係するんですよね、はい、そうですか、はい、ゲーム好きのちょっと何恥じぬようにお願いいたします、いきます、ソニックをたくさん走らせてあげてください、まだ最初は何もないんだもんな、そうです、最初はちゃんとホワイトで戻って、ね、どこまでいけるか、はい、え、本当に本気でやりますよ、いいですよ、もう喋んなくていいですよ、大丈夫ですよ、冷たい、いや、冷たい、集中してってことです、あ、優しい、あ、そういうことだよね、そう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 、うん、いいですよ、いいですよ、はい、うん、え、ちなみに田口さんは S 行くんですか、僕行くんじゃないですかね、うわそういう流れになりますよね、うん、お、でも、うん、いいペースか、どうだ、30秒経過してる、30秒、あ、うん、ちょっと難しいか、あ、ここは自動ですね、タイマーズ、お、あ、なんか全然ダメじゃない全然ダメじゃない、あ、来た来た、一回入るといい、あ、むずい、で、全部攻撃されてる1分はむずいな、これ横すく、ここもノンストップでいきたい、うん、あ、いいですよ、そう、ブーストをどんどん使っていった方がいいですね、溜まってるんで、うんうん、はい、ここも、あ、そうか、はい、そうだ、そうだ、さっきのとこだ、はい、お上手、はい、おいし、目標1分40秒ぐらいかな、お、あと30秒、あ、あ、ちょっと止まっちゃった、止まってますから大丈夫です、大丈夫ですよ、この間はカウントはいける、いやー、ブラインドアクション、頑張っていきたい、そうですね、ここはね、お、ちゃんとアイテムを回収して、うん、ここもブースト使えるんですか、あ、大丈夫ですよ、使える、使って、あ、そうですね、お、あ、すごい、たくさん使って、うん、そうですね、で、飛んで、はい、いってる、はい、素晴らしい、アメージング、お上手です、で、あと落ちなければ、そうなんですね、ここも、おー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 、あ、でも攻めようという、あー、ロスになる、嫌だー、あ、1分40秒、やっぱちげーな先輩は、これがバラエティっすわ、もう無難にすごいいいところで決め、恥ずかしい、もうここまで行けばゴールだったのに、ちょっとあった、違うわ、やっぱり自分が勝つことよりも番組の面白さを取るんだもん、やっぱり違うわ、俺できないぞそんなこと、今スタジオ中がみんなあってあってなりました、すごい空気だった今、あってなった、ちょっと待って、いやいや、フォローがちょっと痛かったC 変わらずねえ、いや悔しい、やっぱり、ポノピー S 見たいよね、ごめんね、私 S 見てみたいです、ねえ、田口さんならできるんじゃないですか、田口さんならできるんじゃないかな、マジの一発初見ね、あ、初見、マジの一発初見、初見ないです、マジの一発初見、これ初見で S、 これちなみにこのゲーム S 相当難しいんですよ、だからこれで S を取れるってやっぱ田口さんすごいですよ、もう取る前提になってますね、まあまあまあ、田口さんはすごいから、うん、そうですよ、確かに俺すごいんですよだって私にバチボコに言ってきたから絶対ご自身は上手いですね、え、C って言ってましたもんね、まるでブーストまるでブーストね、あとは
あのバツでジャンプです。バツでジャンプ、まあ、最低限その辺で丸とバツですよね。はい、大丈夫です、大丈夫です、うん、任せてくださいよ、はい、あのレール、あの左右に来た方、左右に振っていただければ。了解了解、はい、たぎるセンスをぶつけてみせましょう。見せましょう。不安ですね。いいいい、もうアナウンスメントなんかいらんのだ、いらんのだ。ぶつけて見せましょう。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 はいはい。レンワンジャンプね。オッケーオッケー。はい、そうですそうです。ちゃんとドサラペニーをして。加速していく。でもブース使っていく。両腕使います。おー、でもさすが。あ、すごい。でもそう、大事ですよ。ゲージは溜めない。はいはい。でもグラインドキラエルいらなくて、ブースト欲しいんだけど、ここももう地走るのが早い。あ、そうなんだ。多分そうでしょう。さすがやっぱやると分析をされたね。過去やってると。あ、ちょっと遅い。あ、そうですね。ちょっと遅いけど、まあまあまあ。早めいいですよ、ここは。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。まだ。で、この対空をちょっと潰していきたいから。敵無視していいんですか？いいです、いいです。いらないですよ、そんな。スコアもね、あります。あるけど、だから飛ばすところ飛ばしていこう。あ、なるほど。タイムを重視してた。あ、あれ？僕はタイム、走り屋が出ちゃうんだよね、ついね。いらないっす、敵はいらないっすよ。タイムですから、ソニックはやっぱり、はい、はい、ちょっとブースゲージないけれども、ここジャンプです。トン、はい、アメージング、トン、いらないんですよ。いらない。私アメージングしましたよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あれ、まだいけますから、はい、まだ全然余裕ですから、マジで。今自分で途中で刺されてました。察しってなった。でも、まあ、前半稼いでますもんね。そうなんですよ。ただタイムだけは負けたくない。で、OK でしょ。で、グラインド乗って、はい、ドン、ドン。遅くない？遅いっすよ。なんかすごい、のんびりしてるソニックだな。で、OK。はいはいはい。タイムはどうですか？ 1 分30秒。思ったより伸びてないね。でも、ここはもうブースト使っていきましょう。バン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 。もう使っていく。出し惜しみなんかいらない。で、はい、ドン。ここからノーミスでいきます。はいはい。はいはい、思ったよりむずいですね、これね。はい、思ったより今の二度手間もいらないですね。はい、使ってのこのグラインド、はい、ポンポン、はい、ポン、はい、ポン、いらないっすね、いらないっす、ロスなんで、ロスなんで、あそこアメージング出すのはロスなんで、分かってないでしょ、皆さんね、あれロスですから。ナイス、でも乗り換え。そうなんですよ、もう2分ですか。はい、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 ここで着地2分と3秒です。最後、ちょっと、最後、いやー、緑のリングもするだからね、人を避難するのは簡単なんです、本当に、本当に、やったことのないやつが人を非難するなんておこがましいっすよ。本当にマジで、はい、はい、すいませんでした。もうサクサクいけたし、初心者でもあの爽快感味わえました。いや、ですよ、うんうん、そう、爽快感も味わえる。でもやっぱ高みに登って、うん、登ることでしか得られないあのマウント取り、そう、やりたいよね。やりたいですね。やりたいです。私田口さん S 出ましたよって今度言いたいですもん。うん、おぶっちゃけ今 A は行くと思ってましたもん。おそう、結構難しいんですよ。いや、そう、思ってるよりもむずいっすね。うん、タイミングもシビアで、本当にやり込んでいくことをすごい、あの楽しめるタイトルでもあるので。だね、ホノピーね、はい、こんなもんですよ。田口さんゲーム上手いから、うん、本当にもっといけると思ってたけど、うん、あ、いい、もうそれ以上言うのやめて。進行できなくなっちゃ う辛くなっちゃうから、うんうん、はい、なんか道徳の授業みたいな、ね、そうなんです、あの、はい、本当にあの、うん、やってから言ったら。これはマジでも楽しかったです。なんかワイワイいけますね。そう、楽しいのは本当に楽しいですね。うん、若干の悔しさをにじませつつみんなででもあのタイムアタックしていただくのは本当に醍醐味の一つなので ね、ぜひここは皆さんでやっていただければと、はい、思います。向きになっちゃいますね、大人もね。なっちゃうんですよね、本当に。はい、ということでですね、まあ、ゲームプレイをお送りしてきたわけなんですが、これ以外にもお楽しみ企画があるということなんですか、うん、私が前回ジェスチャーやりたいって言ってたから、うん、それが今回採用されるということで、はい、まあ、そういうわけではないんですけれども、かんちゃん今日は何をやるんでしょう。はい、今日はですね、ソニックカラーズアルティメットでワードウルフをやりたいと思います。ワードウルフ、ワードウルフですか。ワードウルフ、ワードウルフ、ピンときてます。はい、あのゲーム自体は分かってます。やったことあります。あります、うん、僕はあのまた聞きで聞いたことがあ、はいはいはい、また聞きでご説明いただいて、また聞きで、はい、あのご先生からまた聞きでご説明だから、やったことないやつがこういうこと言うと、もう伏線にしかならなくて嫌なんだけれども、助けました、はい、あの台本を読ませていただきました。あの、はい、制限時間内であるお題について雑談をし、その雑談の中でみんなとは違うお題を与えられた人を見つけ出すゲームと、はい、
言うこと合ってます？はい、合ってます。ちゃんと一言一句高松読んでいただいて、はい、はい、合ってますよ。わかりました。はい、で今回は4人でソニックカラーズアルティメットにまつわるお題でワードルフを楽しんでいこうという企画となっております。なるほど。はい、でなんと勝者の方にはプレゼントございまして、やったー、ね、こちら。はい。中身はですね、今回ですね、ちなみにソニックカラーズアルティメットの舞台が巨大な宇宙遊園地というところから、ジョイポリスのチケットをご用意しております。しかも2人分だ。はい、2人分です。そうなんです。ペアチケットですね。ペアチケット。はい、ちなみにジョイポリスはソニックのバースデーイベントとかも6月にですね、定期的に開催しておりまして、うん、ソニックの政治的な場所でもございます。でこちらのチケットをなんと視聴者の皆様にもプレゼントをさせていただきます。よかったね。はい、プレゼントが2組4名様分のチケットをご用意しております。出演者の皆さんのサイン入り色紙と合わせて抽選でプレゼントといたします。詳細はセガニュー公式ツイッターの応募用ツイートをご確認ください。はい、わかりました。はい、今回のワードウルフ3本勝負ということで、改めて簡単にルール説明していくと、ウルフと村人に分かれて、村人が3人、ウルフが1、はい、で村人はなんかあいつ違うこと喋ってんなって1人を吊るし上げることに成功したらポイントを獲得、でウルフ側はまあ3票を割らせたらその時点で勝ちが決まるという構図になっていますし、村人に指名されてしまった場合のウルフは相手側のお題を見事カンパすることができれば1ポイント獲得というルールになっておりますので、最後まで諦めないで頑張っていただきたいというふうに思います。で、ウルフの人を予想してお手元のスケッチブックでですね、こちらを確認いただければなというふうに思います。意外とこのピーすっげー強そうなんですね。そう強そう、このあんま喋らないかな。でも喋んない方がいいんでしょ。でも喋んなきゃダメでしょ。そうですよね、さすがに喋んねえと怪しいもんねってなりますもん、ね、じゃあ2分半でまずは勝負を行ってまいりますので、はいはい、じゃあ、早速1本目やっていきましょう、はい、第1問のお題皆様確認してください。はい、ドン。さあそれではウルフは誰なのかやっていきましょう。用意スタート。僕が好きですよ。私も好き。好き、うん、好き、好きな人が多そう。そうですね、うん、確かに嫌いな人っているのかなぐらいあるよ。そう、そういう問題なのかな、うん、あ、いや、まあ分かんないどうですかね、まあ好きか嫌いで言ったらやっぱ好きなのが4人、うわ薄っぺれ会話そんな探り合い守りに入って、森さんはどうですか、なんか結構どんな感じで好きですか。え、あ、でも、思い出はありますよ。あ、思い出ね、あ、いいワードだね。ポノピーは私最近ここやりました。行ったやり、はい、行ったやった、やった、やりました、行きました。おー、僕しばらくだな、なんか私もしばらく行ってないです。館長もしばらく、私はコロナになってからなんか行くようになったかもしれない。なるほどね。なるほどね。ちょっと私だけ情報出してるのずるいね。いやいや、なんかあります、質問なんか、どうぞ。そうですね。なんだろうな。質問出すの超むずい。そうそう。そうなんです。思い出ってなんかどんな思い出が？一人でも、あ、家族でも、みんなでも？あ、みんなでの思い出があるとか。このピンも思い出とかある系？私は。姉と。あ、最近だと俺は弟と。いや、それは嘘だな。あの友達と、友達とね、友達とね。うん、かんちゃんは？私は友人とですね。あ、まあ、そりゃそうだよね。そりゃそう、そりゃそう、そりゃそうな、そりゃそうじゃない、わかんないけど。なるほど。え、いや、いろんなパターンあると思うんだけど。え、コロナ禍になってからですか？いや、別に今コロナ禍だからこそっていうと言うとまた別なんですけど、なんか確か、なぜ、なんで、落ち着く場所かなって。あ、やばい、なるほど。なんかイメージの色、色教えて、色、どんな色。せーの、青、虹色。わかんねえな。え、虹、青、青、青、虹色、虹色。え、待って、え、わかんない。やばい、薄っ。でも一人だけ意見が違うって。いや、あなたのそのコロナ禍がなんかアテナになってぐちゃぐちゃにしました。でもこれで決めなあかんのですよ。虹色、虹色だと引っかかるんですよね。いや、これ虹、わかんない。まあ、じゃあ皆さん、はい、はい、ウルフだと思う人のお名前をお書きください。違うよ。でもウルフもウルフってわかんないですもんね。これどうなんだろう。
自分がウルフって知らないままやってますか。そういうことです。そうです。だから自分以外の人の名前を書かなきゃならないということですが、色はやっぱ結構大事な情報だよね、これだと思うんですけど。さあ、ということで1本目、ウルフだと思う人のお名前発表してください。せーの、ドン。ほの？いや、そうなりますよ。ほのさんのかんちゃん一致ということで、ウルフと我々が考えたのはほのぴーであります、うんうん、スタッフが、ウルフの誰かということを発表いたしますので、まずはこちらご確認いただきましょう。ウルフだったのはほのぴーでございますね。やっぱり虹色、今の質問良かったんですね。うん、確かに。で、問題はこれでほのぴーが我々の共通お題を当てられるかどうか。わ、うん、かる。お、水族館。あれ、水族館でやられた。やっぱ色がヒントになっちゃった。あ、まだむずくね。全然天才じゃねえじゃん俺。確かに。え、炙り出すことはできたけどバレちゃった。青でわかった。うわー、この場合は得点が炎だよ。炎ピに1。おめでとうございます。ジョイポリスに近づいた。やったジョイポリ。ジョイポリ。いや、なるほどね。ちょっと奥が深いな。水族館と遊園地ってソニックとどういう関係があるんですか、テーマは。はい、こちら別紙でなんと解説を預かっておりますので読んでいきたいと思います。ソニックカラーズアルティメットの舞台が、エッグプラネットパークという巨大な宇宙遊園地なんですが、うん、ここで7つのアトラクションや特別仕様のシャトルバスなど盛りだくさんのお楽しみが用意されております。ということで、これ遊園地のところが今回のキーワードでしたね。確かにさっきのゲーム画面見てても虹色だったもん ね、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。で、その中でもジェットコースターをお楽しみいただけるアステロイドコースターや水族館モチーフのアクアリウムパークなど、うん、バラエティー色豊かなステージが揃っておりますと。そうか、水族館も出てくるんだ。登場すると。これの2つのテーマでしたね。なるほど。そうなんだ。でもなんとなくテーマ そのイメージがつきました、はい、そうですね、こういう感じね、うん、ジャンルも同じなのかもしれないです ねだからちょっとむずいな、はい、クリティカルな質問やめとこう。確かに。はい、ということで1問目勝ち切ったのはほのぴーであります。2問目はどういうお題になっていくんでしょうか。それでは見てまいりましょう。じゃじゃん。あー、難しくないですか。難しいは難しいですね。さあ、それではトーク進めてまいりましょう。スタートです。難しいっていうのはなんかどう難しい。私は得意ではないかもしれない。お、得意。なるほどね。まあ僕もそうですね、得意ではないかもしれないです。得意な人、でもいる可能性ありますか。いる可能性ありますか。あるかもしれないですね。アノピーは得意かも。おお、へえ。では未知ですよね。うん、そうね、そうね、未知、そんな感じする。未知ですね。未知を、なるほど、ね、未知が得意。あ、でもここで聞いても色はどんなイメージ。また色。また攻めますね。攻めてるよこれ。せーので。せーので。せーの。銀色。銀、銀、銀。黒って言ってました。黒、でこの銀って言って。あれ、ちょっと待って、待って、あれ、これは黒なの。黒、まあ、黒もまあ可能性としてはね、まあ、あるかもしれない。いるかな、うん、黒、まあ、銀もなるほどなるほどって感じですか。形とかあります。どんな形イメージします。形、うん、すごいケースバイケース。それね、ダメ、もうそのビッグピクチャーで解説的にダメですね。ケースバイケースじゃないですか。まあまあ、自分のことも守るためにも言った方がいいんじゃないですか、うん、なんかふわっとしてる。あ、ふわっとしてる。どんなイメージ。なんか確かにたくさんケースバイケースだけど、私細長いイメージあります、うん、ああ、そうね。あ、細長い。俺、あ、どうだろう、結構そのあれやばい、これ喋れないとこうなるのか。細長いのもあるなって感じするし、あ、よかった。でもまあ、でもそうね、ケースバイケースかもしれない。ケースバイケース、ホルビーどう。頭がでっかい。わかるかもしんない。わかるかもしんない。あれ、ピンときてます、森さん。うん、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 あ、なるほどね、うん、そっか。そう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 。国って言ったらどう。国って言ったらどう。俺アメリカって感じだけど。アメリカ。あ、アメリカ。アメリカ、確かに。でも日本でもあるっちゃあります。日本でもあるっちゃあります。森さんどこだと。私もアメリカ。アメリカ、ずるいな。
るっちゃあります。日本でもあるっちゃありますね。いや、まあ、黒がわからない。わからないってことはそういうことなんですよね。可能。さあ、これタイムアップです。あれ。さあ、ということでウルフだと思う方のお名前をお書きいただきたいと思います。色わかりやすい。書きましたね。はい、はい、じゃあウルフだと思う人、皆さんこうなりました。レン、森さん、森さん、森さん、カネさん。銀で我々統一されちゃいましたもんね。だそのなんか数で攻めるのやめてもらっていいですか。なんかあ、いやでもこれで違ったらとんでもないけれども、まあ、確かに確かに。さあ、ということでじゃあスタッフからウルフの発表をいただきたいと思います。ウルフ、こちらの方でした。あ、違ったんだ。やっぱりそれはそうだ、森さんです。おっと、これで、で我々がこのまま逃げ切れば1ポイントずつ獲得、うん、森さんが我々のお題を当てることができれば1ポイント獲得です。さあ、我々のお題何でしょうか。自分がウルフかも分かんなかったのに。そうだった。そう、待って、アメリカでしょ、銀でしょ、頭がでかい、ドラキュラ、ドラキュラでいいですか。 FA ドラキュラ、あれだ、塗り壁、塗り壁でいいですか。アメリカから離れた。何を分かってしまった。わかんない、本当にわかんない。じゃあもうわかんないということが答えでよろしいでしょうか。じゃあ塗り壁で、塗り壁で。我々のお題はですね、宇宙人です。あー、そういうことか。1ポイント獲得でーす。よっしゃい。そう、うわー、日本でもあるかもしれない。みたいにうまくいかなかった。ジャクサとかね。そうなんです、ジャクサのことを言ってました。なるほど。なんだと思います。そう、当てて。黒でなんか生き物的なもので、うん、生き物でしょうね、多分。黒も嘘つきました、すいません。え、なんか逃げた。あ、嘘ついた。嘘ついた。え、本当は幽霊。黒くない。白って言う。白って言ったらでも絶対バレると思う。さあ、ということで、かんちゃん、これどうなんの。田口ほのぴが1ポイント獲得で、ああ、2ポイントでジョイポリに一番近いということになっております。笑っちゃうよ。0ポイントです。じゃあもうダメじゃん。最後1億点にならない限り。確かにね。本当だ、確かに。最後1億点どうかな。これゲスト、ゲストだし、うん、どうかな。確かに。なんかこっちにちょっと見てますけどね。いや、首を見ながらうわーってかしげてたけど。1億点、1億点、1億点。あ、仕方ないなが、はい、森さんには勝ちを譲りたくないです。はい。そして2問目の方も私から別紙で解説、はい、預かっておりますので読んでいきたいと思います。宇宙人、宇宙人。あー、なるほど、なるほど。ソニックカラーズアルティメットでは宇宙人ウィスプの力を借りて、うん、高速移動やプリズム反射、地中を掘り進むなど様々なカラーパワーでソニックのアクションが進化したいたします。さらに、はい、本作からジェードウィスプが初登場しております。宙に行くことができ、敵や壁をすり抜けることができるようになります。すごい。了解でございます。まあ、じゃあこれもいいお題でございましたね。はい、うわ、悔しい。さあ、ということで最後1億点、1億点、1億点狙おう。1億点。さあ、ということでじゃあ第3問見てまいりましょう。むずい。難しい。さあ、第3問ディスカッションスタートです。色は行きましょう、最初。まあ、初手色はいいかもしれない、ね、これ確かに、うん、色正解かもしれないですね、うん、せーの、赤、赤、赤、ねえ、言ってない。言ったよ、言った、言った、言った、言いました、言った、言った、赤、赤、赤だよね。かすかに聞こえたの気がしたけど、いや、言ってなかった。違いますよ、せーの、赤。違う、違う、違う、嘘、ちょっと息のタイミングが合わなかった。ウルフだ、ウルフだ、ウルフだ。え、違うよ。で、紫ですもんね。紫、紫、赤、赤、赤。私分かって言ってましたよ。いや、でも今合わせたからずるい。でも紫も正直分からなくもないって感じなの。いや、俺紫ではないと思うよ。確かにちょっと今呼吸が合わなくて言えなかったけれども、その分かれた中ではやっぱ俺も赤派だと思う。じゃあずるい、ずるいゲームですよ、こんなの。他の質問にしましょう。ちょっと、うん、男の子好きじゃないですか。まあ男の子は確かに好きですね。憧れ、はい、憧れ、うん、これ得意な人と苦手な人がいそうって思ってます。あれ、あれ、お、え、あれ、あれ、何それ、え、もうちょっと詳しく教えて。どういうこと、どういうこと、あれ、え、どういうこと、なんかいろんな
ものに登場してきたりするじゃないですか、うんうんうん、そう、それはそう、それの出てきたものの知ってる色は何ですか、イメージじゃなくて、え、あ、でも実在の、実在の代名詞の、じゃあさ、俺から言うわ、それはさすがに、でも赤じゃない、うん、私も赤だと思ってる、赤、赤、赤、私緑、赤、緑、いや、まあ緑も確かにいる、これなんかいろんな色がいるっていうのが私一番出してみたい、緑はでも紫もある、うん、紫もある、ある、正直ある、あるね、ないのね、あれ、あるある、なんか紫もある、ある、ある、あると、あると思う、紫もあるな、あるか、え、え、待って、え、どういうタイミング、タイミング、タイミングタイミングはそれはもうそのいつでもそのそういう時、いつでもそういう時、いつでも難しい、思った時がそう、え、うん、思うと思う、思った時がそう、思った時がそう、ね、2対2かこれ、あれ、あれ何、え、思うって何、思うってそれだろうそのなんか哲学みたいなやめてタイムアップです、あれ、え、何、え、何、最後ニーチェみたいに終わったけどね、よっしゃ、はい、書いてください、フリップに、え、かんちゃんも変だった、かんちゃんも変だった、嘘、なんて言ってた、はい、じゃあ書きましたでしょうか皆さん、ウルフだと思う人、ご覧のようになりました、どん、あれ、すごい割れてる、あ、割れちゃった、かんちゃん割れてる、ウルフ勝ちじゃんこれ、俺森さん、めっちゃ割れてる、めっちゃ割れてる、ホノピー以外全員上がってる、あれ、あれ、混乱、これホノピーだったらウルフが確かに爆裂優勝、割れちゃったということであれ、そんな変な質問したつもりだ、ウルフは、この人でした、あの人なんだ、ほら、私が間違っちゃった、でも大丈夫、当てられなければいいってこと、そっかそっか、え、違うでしょ、割れたから俺の勝ちでしょ、そうだ、あー、1億点1億と1億と1点1点2点0点1億と1点なんで俺の大勝利だー、やった、なんで、待って待って、ちょっと正解をまず、正解は、正解はボスキャラ、ない、あー、ボスキャラ、ライバル、これは紫ではないな、ライバル紫確かにあんまいない、いないよね、なんか赤緑だ、あー、うんうんうん、はい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 、へーへーへー、みたいな、あー、ホノピーがどっちかって俺をこっち側にその味方風に引き込んでくれたから、あなたが立役者です、わあ、私の勝利に貢献してくれてありがとう、なんか返信を送ってしまった、自分がウルフは気づいてた、うん、うん、あ、これ面白いところだね、なるほど、うん、絶対間違ってると思う、腹立つな、なんかすごい攻めてくるじゃん、1点2点0点1億と1点イエーイ、1億と1点じゃん、あ、1億と1点だ、そうだ、1億と1点、うん、そうなんですよ、ありがとうございます、ジョイポリス行ってきます、初ジョイポリス行ってきます、誰と行くんですか、ね、弟あ、思い出、思い出、ちなみにこの、はい、まあ、ボスキャラ、ライバルはどういう関係があったんですか、あ、そうですね、私の方からちょっと解説文の方、はい、開いていきたいと思います、はい、ゲームを進めるとエッグマンによって作られた超高性能ロボットメタルソニックとのレース、ライバルラッシュに挑戦できます、はい、メタルソニックはかなりの強敵なので、よりやり込み要素として楽しめますよ、腕に自信のあるプレイヤーはぜひ挑戦してみてください、うん、ということで、めちゃめちゃホノピー不満ですよこれは、いやでもだって違うよ、でも森さんがいけないんですよ1億点とか言っちゃったから、うん、違う、かんちゃんって書いてあるいや、そうだよね、そうダブル先輩ですね、1億点って言ったのはあの人だし、かんちゃんって書いてなかったら俺負けてたし、ホノピー本当にごめん私のせいだ、そう私自腹でプレゼントやりますいや、本当ごめんすごい、もうなんかワードルフやったからか、みんなすごい攻めることに躊躇がなくなっちゃ珍しいですよね、あの番組の終盤で仲良く乗るパターンじゃなくて、あの割れていくパターンいやー悔しい、みんな悔しいんだろうなって、優勝田口さんが本当に悔しい、一番悔しい、出るんですか、森さんのおかげじゃないですか、腹立つ本当に
ということで改めてですね、はい、今回ご紹介しましたソニックカラーズのアルティメットなんですけれども、はいはい、プレイステーション4、ニンテンドースイッチ、エピックゲームスにてパッケージ版、ダウンロード版ともに税込みで4389円で好評発売中となっております。さらにオリジナルのアートブックや CD が特典としてついてくる30周年アニバーサリーパッケージもあります。こちら今、はい、うん、箱をホノピーが持ってくださっています。そしてこう中身もあるんですが、はい、ちょっと待ちよ、開けるとほいじゃん、こんな風にメダルもそう、はい、それは30周年 の、 あのコレクターズコインですね、限定の30周年のコインですね。す、うん、そしてこれがアートブックが実はこれ他にあるんですけど、はいはい、そのアートブックをあの目だけではなくて耳からも楽しめるというあのコンピレーションの CD となっております。でその下にちょっと言っちゃいましたがアートブックがここに入ってまして、かわいい、はい、ね、これめちゃめちゃかわいい、はい、日常描いた、なんかパラパラめっ、あ、そうです、全然大丈夫です、はい、こんな表紙になってて書き下ろしの表紙となってます。実はこれあの裏表紙とつながってて、裏表紙のとこパッと、あ、そうですそうですそうです、かわいいんですよ、かわいい、尊い、そうなんですよ、いっぱい種類がいる、めちゃくちゃ絵がいいんですよ、そうなんです、かわいいんです。中にもたくさんそのイラストを収録しておりまして、これ公式ツイッターで、うん、あの公開していたシリーズとなってます、うん、バックストーリーとかね、そうなんです、制作秘話とかもたくさん書いているのでとなっておりますので、はい、こちらもねぜひお買い求めになっていただければ幸いであります、はい、この他にも追加のダウンロードコンテンツなどもありますので、詳細はですねソニックカラーズアルティメットの公式サイトよりご確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。